スター千和カズよ、スター千和よ、スター千イチャは、フジテレビ系列で、1959年3月1日、フジテレビ開局当日から1981年9月25日に放送されたトーク番組。放送回数は6417回。通称は、スター1旬の芸能人やスポーツ選手など著名人が出ることが、売りとした。番組開始時には、 映画会社による5社協定が締結されており、テレビに映画スターが出演できなかったのを、芸能番組への出演という形でなく、時事に絡めた社会の話題として取り上げた。なお、番組企画自体は共和広告が担当している。第1回のゲストは、長戸博之、津川雅彦兄弟。最終回のゲストは、美空ひばり。放送日は当初は、 日曜日から水曜日で始まり、その後幾度か放送曜日の変更が行われて、月曜日から土曜日までの帯番組となった、一時期土曜の放送を廃止したこともあり、原則的にゴールデンタイムの帯番組として設定され、時間帯も当初は21時から21時15分までの時間帯に放映されたが、幾度かの変更があった末に19時45分20時までの15分枠に、 落ち着いた。月曜日から金曜日の19時45分からの15分に落ち着いたのは1974年10月以降である。全時間帯の19時30分から19時45分も同じ月大金の帯番組で、かつ長寿番組だったクイズグランプリなどがあり、富士テレビの毎日の顔的存在の時間帯であった。それだけに番組にステータスがあり、これに出れば、 一人前と言われた番組でもあった。また、1960年代後半以降、司会者には、田宮二郎石坂浩二関口博など、本業は俳優である、芸能人を抜擢する移植の起用方法を取り入れた、ことも、話題となった。特に関口については、本番組が、俳優から司会者へのイメージを定着させており、大橋巨船が関口に対して、 司会者としての素質を評価していたという。番組スポンサーは、アサヒ火星。当時の社名はアサヒ火星工業と、アサヒ火星グループ各社の一社提供。本番組終了後もやはり一社提供で、あと番組、なるほど。ザワールドの番組スポンサーとなった。長年にわたり、アサヒ火星化シミロン CM、60秒放映。番組のトーク進行中に、 画面下に、提供、朝日火星化シミロンのテロップが数秒間表示される。番組の途中にて、企業最前線という生 CM コーナーがあり、石坂がすぐ隣の番組セットへ移り朝日火星の新製品情報を企業の担当者から話を聞く内容だった。番組最高視聴率は、1966年12月1日、木曜日放送、大阪春。 京子夫妻出演の45.9%、関東地区、ビデオリサーチ者調べだった。最多出演者は、歴代司会者にも名を連ねる吉永さゆりの90回、以後、大貞春、72回、坂本九、浅岡るり子、共に58回と続く。なお記念会は、100回や1000回といった切りのいい回では、なく、タイトルにちなんで、1001の倍数回。 2001回、2002回、に行われていた。その時は司会者などが、1000か過ごしてまいりましたと発言していた。例、3003回の時は、1000か回。本番組は、フジテレビの番組の中でも最もカラー化が、早く、まず、1967年4月3日から5月8日までの毎週月曜日に、おそらく試験段階として、カラー放送を行い、 翌年1968年の元日の放送から一部の例外を除きカラー放送となった。プロ野球中継放送枠が20時21時26分21時25分から19時30分20時55分20時54分に変更された1974年度からは中継の雨傘番組は当番組とクイズグランプリ そして二十時枠番組は編成されず、代わりに映画番組を編成していた。その後開始時刻が19時に変更、30分拡大された1977年からは、19時30分以降の雨傘番組は今まで通りだが、19時枠は通常番組を編成していた。当初は司会者は1週間を通じて固定であったが、1960年代後半以降は、 複数の司会者が会議より交代で担当するスタイルとなった。主にタレントフリーアナウンサーが司会を務めていたが、結婚記者会見などの場合には、レポーターを兼ねて、つゆきしげる、当時フジテレビアナウンサーをはじめとする、フジテレビアナウンサー人司会役を務めていた。他多数、他多数、ビデオリサーチ調べ、関東地区、世帯による歴代高視聴率ゲストは、 以下の通り、出展。ニール戦調べ、関東地区、世帯による、歴代高視聴率ゲストは、以下の通り、出展。朝日火星宣伝40年の歩みによる、関東地区、世帯による、歴代高視聴率ゲストは、以下の通り、出展。富士テレビが、副社長であった、し内春を、当時主導のもと、 活性化のため、柔軟で大規模な番組編成改革を行う方針となったことと、クイズグランプリが1980年12月に終了してからワンセットなる平日15分帯番組枠が時代に沿わなくなったことが、1981年秋の終了につながった。最終回に惜しまれつつ、終了という形式を取ったのは、 開局当日以来放送されていたからである。番組終了に関しては、朝日火星の狩猟である、宮崎明が廃止を承知せずに、右与曲折したものの、なるほど。ザワールドへの移行で、ようやく了解を得たことが、結果的に番組編成改革の成功につながっている。1八十一年八月下旬より、スター戦火強ファイナルと題し、六十年代、七十年代、 80年代、スポンサーとテーマを決めて、今まで放送してきた、ハイライトシーンが放送される。1981年9月18日の、スポンサー特集では、愛を育てる朝日ヒカ企業 CM など、普段見ることのできない貴重な CM 映像も、紹介した。最終回は1981年9月25日に、さよなら、スター千和よというタイトルで、 19時30分からの拡大版で放送、当時19時30分開始の逆転クイズジャックは前日の9月24日で終了。放送では過去本番組に出演した芸能人が多数出演し、その席上、森重久也が自作の詩を朗読して番組終了を惜しんだ。放送回数6417回、放送期間22年7ヶ月は、 1982年10月開始で2014年3月まで31年半、続いた、森田和義アワー笑っていいとも、によって2005年5月に更新されるまで、フジテレビの帯番組では長寿記録であった。その後、1990年頃に、騎士特番で2時間番組として復活したこともある。出演はレギュラーを務めていた、津木茂、ビートたけし。 2008年11月16日には、富士テレビ721において、吉永さゆり決作戦として、えりすぐりの2本が再放送された。保存されている映像は少なく、現存する映像は1970年代後半以降のものが大半である。番組開始当時は VTR がなく生放送で、納入後も VTR 規格が2インチで、機器、テープともに高価だった。また、 放送時間も15分と短く、加えて著作権法などの絡みで、番組の資料保存が制約されていた事情もあった。当番組は、テレビ創世期から、知事の話題を聞く、現代における、ワイドショーの元祖とされているが、台本があるような話題や、明るいことばかり触れるという内容は、時の流れとともに、ご都合主義とみられ、 番組終了と共にトークサロン型ワイドショーは一気に衰退し、ワイドショーは有名人のゴシップ、スキャンダル、不幸な事件を中心とした現在の形式にとって変わられることになる。番組終了後の1990年1991年2010年2013年2015年の5度に、渡り、復刻版が放送された。いずれもタイトルロゴは、 19時代放送時代のものが使用された。1990年10月2日、1991年4月2日に通常はなるほど。ザワールドが放送されていた火曜21時代の時間帯にて特別企画スター千和代スペシャルと題し、1991年版は末尾2人が追加されたは9年ぶりに復活し、一度目の司会は石坂工事が 二度目は番組末期に司会を担当経験していたビートたけしが務めた。こちらでは従来のゲストを迎えるトークに加え、現存している VTR を紹介する形を取った。通常の、なるほど同様にこちらも朝日課生が一社提供をしていた。2010年から不定期で企画、構成、司会を三谷幸喜、本番組の司会の一人である往年の石坂。 工事風に紛争が務めるスター千和世が放送されている。ただし、いわゆるトーク番組とは異なり、三谷の不可解なむっちゃぶりの質問、テロップによれば、司会者の誤った知識に、出演者が広い心で無理やり答えなければいけない、という内容のものになっている。2010年4月6日から9日までの未明、5日から8日までの深夜、開局50周年記念ドラマ、 我が家の歴史、4月9日から4月11日放送の宣言も兼ねて、本放送から28年半ぶりに、スター1000カズヨ201我が家の歴史として、深夜枠で復活。出演者は、我が家の歴史の出演者が登場。この時も朝日火星が30秒ではあるが、スポンサーについていた。なお、こちらの特別番組に行う際に、メディアが報じた情報では、 29年ぶりの復活と紹介され、1990年1991年版が触れられなかった。2013年11月5日から8日までの未明、4日から7日までの深夜は、三谷が原作、脚本、監督を務める映画、清ス会議、11月9日公開の宣伝も兼ねて、3年半ぶりに、スター1 0カズよ2013三国会議として、 深夜枠で復活。出演者は、清須会議の出演者が登場。2015年1月6日から10日までの未明、5日から9日までの深夜の5日間にわたり、1月11日12日に2夜、連続放送の開局55周年、記念スペシャルドラマ、オリエント急行殺人事件の宣伝も兼ねて、1年ぶりに、スター千和よカズヨ2015オリエント、 急行殺人事件スター集合。と名打って、深夜枠で復活。三谷は、石狩平次の設定名で出演。出演者は、同ドラマの出演者が登場。同年10月には、スター千和0 2015と題して、10月12日から10月24日までの未明、17日から19日までの未明を除く。11日から23日までの深夜。 16日から18日までの深夜を除くに放送。10月12日から16日までは、富士テレビの2015年10月の12月期の連続テレビドラマからゲストを迎え、20日から24日は、三谷が原作、脚本、監督を務める映画、ギャラクシー街道、10月24日後の宣伝も、かねて、ギャラクシー街道公開記念。 スター千0 0 0カズヨ2015と銘打って、同映画の出演者からゲストを迎えていた。複数の番組テーマ曲が作成されていた。確認されているものでは、初期のものは、夜が来れば、スター千0 0カズヨという歌詞で始まるもの、歌、フォーコインズと、1970年代前後には、歌詞の途中に、朝日火星のスター千0 0カズヨと歌われていたものとがある。同じ頃には、イントロ、 タイトルコールの後短いテーマ曲、内容紹介のナレーション入りが流れたバージョンもあった。また1976年頃には、朝日火星の CM ソング、愛を育てるが、アニメーションと共に流れていた、最終バージョン OP の一つ前、曲名は、愛を育てる。前者は、野坂秋雪作詞、泉拓作曲、後者は郎、ミキトリロ 新公約を経験した三木アユロの実刑が作曲しているのが確認されているが、作詞者は不明である。さらに20年突入し、シンボルマーク、口述を採用した1978年度用テーマと、マークをマイナーチェンジした1979年度以降の短いテーマが存在、後者は最終回特番でも使用された。また1978年度用は、テーマは、 2010年以降の復活版でも使用された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。